招集を受けて、まあ、その後2010年の東アジア選手権などでもサブメンバーとして活躍していましたが、その時以来2年ぶりの代表入りです。さあここは精度の高い宮間のコーナーキック。まあでもヘディング強い選手多いですからね、今日本も。宮間の右足ストレート、精度ボール、ヘディングシュート決まった。高瀬か、21歳の高瀬、先制点日本。途中出場の高瀬、大仕事をやってのけました。前の試合では同い年の菅澤が代表初ゴールを決めてみせました。高瀬はこれが代表5ゴール目。しかし代表での得点は2010年5月の対戦以来。